安住淳、安住淳、安住淳、1962年1月17日体は、日本の政治家、立憲民主党所属の衆議院、議員、発起、立憲民主党国会対策委員長、財務大臣、第15代、政府税制調査会長、第11代、衆議院安全保障委員長、民主党選挙対策委員長、防衛副大臣、 関大一時改造内閣、民主党国会対策委員長、第十五代、民主党幹事長代行、第二代、民主党宮城県連代表、民進党国会対策委員長、初代、民進党代表代行、第二代党を歴任した。父は、押川町長を務めた、安住茂彦、宮城県押川郡押川町、現、石巻市生まれ。 宮城県石巻高等学校を卒業後、一浪して、早稲田大学社会科学部社会科学科、当時は夜間学部に入学。総大在学中は郵便会、国際貿易論を専門とした大畑屋七のゼミに所属していた。総大卒業後、日本放送協会に、放送記者として入局。自由民主党を担当し、園田博之内閣官房副長官の番記者を、 勤めた経験がある当時の上司に影山秀夫がおり、安住が政界入りする際はよく大変な世界に入るよなと励まされたという。1993年に NHK を退職。同年、第40回衆議院議員総選挙に日本新党、新党先駆けの推薦を受け、無所属で旧宮城2区から出馬したが落選。 その後、新党先駆けに入党するが、1996年に離党し、先駆けの幹部だった、鳩山幸雄や菅直虎が中心になって決闘した、旧民主党に参加する。1996年の第41回衆議院議員総選挙では、宮城国区から出馬し、初当選。もともと、宮城国区を含む旧宮城2区は、社会民主党から民主党決闘に参加し、 選挙前まで第一次橋本内閣の郵政大臣だった日野一郎の番であったが、この選挙では安住が宮城五区日野が比例東北ブロック単独で出馬して共に当選している。2000年の第42回衆議院議員総選挙では、コスタリカ方式により安住が比例区日野が選挙区で出馬する予定だったが、選挙前に候補者が差し替えられ、 前回同様安住が宮城五区日野が比例単独で出馬した。2000年11月衆議院外務委員会理事に就任。2005年の第44回衆議院議員総選挙では自民党が対象する中で宮城県で唯一民主党の議席を支出した次の第45回衆議院議員総選挙では逆にッ区の小野寺一則を除き 宮城県内の小選挙区では民党候補が当選。この総選挙での民主党大敗により岡田克也代表は辞任し、安住は公認の前原政治代表の下で選挙対策委員長に就任する。2008年大阪府知事選挙ではガソリン値下げ隊36名を率いて熊谷貞俊候補を支援するが熊谷は橋本徹るに敗北した。2009年の 第45回衆議院議員総選挙では、宮城5区で5選。総選挙後、衆議院安全保障委員長に就任。2010年6月、鳩山幸男首相が辞任し、公認の菅直人首相の下で、再び民主党選挙対策委員長に就任。第22回参議院議員通常選挙では、民主党幹事長の枝野幸男と共に、人道指揮を取るが、 菅首相の消費税増税をめぐる発言のブレ等により民主党は大敗を起死した。党内からは枝野幹事長、安住選挙対策委員長の責任論も紛失したが、菅首相は9月に民主党代表選挙で再選されるまで両名を続投させた。9月の民主党代表選挙では現職の菅直人への支持を表明し、2010年9月に 発足した関大一時改造内閣では、北沢利美防衛大臣の下で副大臣に任命される。翌2011年1月、関大二次改造内閣発足に伴う、党役員人事で民主党国会対策委員長に就任した。5月12日、人権擁護法案を直臨時国会で提出を目指す、方針を示した。 菅内閣の東日本大震災対応に批判が高まると誰が総理大臣にやってもとてつもない難問で菅さんが全部悪いというのは乱暴だと反論し菅総理大臣の在日韓国人違法献金問題についても日本での献金で認識がなかった不注意だったと思うが故意ではないので心配していないこれからも丁寧に説明すればいいと述べ 関内閣への退陣要求を牽制した。2011年、平成23年6月に自由民主党と公明党が関内閣の東日本大震災の対応などについて内閣不信任案を提出。民主党執行部に不信を募らせた民主党議員たちが同調の動きを見せたことに、対与党の責任を果たすため、大差で否決しないといけない。賛成者は誰であっても、 何人であっても除名になると述べた。また自民党の愛沢一郎国対委員長に対して、7月上旬に菅内閣が対人市民主党代表選挙を実施する意向を伝え、交際発行特例法案の早期成立に理解を求めた。2011年9月、野田内閣に財務大臣として初入閣。過去に財政政策関連のポストとは無縁だったため、 財務省就任には本人も含め驚きの声が上がった。安住は衆院安全保障委員長、防衛副大臣など安全保障政策のポストを多く経験してきたため、防衛大臣への就任を予期して防衛白書を読んで準備していたという、消費税引上げを最大課題とする野田総理が国会対策委員長として野党と折衝に当たった手腕を見込んだとも言われる。 旧大倉大臣時代を含めても財務大臣として初入閣するのは比較的異例であり、前任の財務大臣だった野田義彦も財務副大臣から昇格する形で財務大臣として初入閣している40代での財務大臣就任は史上初大倉大臣時代を含めても池田隼と田中角栄の両首相経験者に次ぎ3人目であった野田第一次改造内閣 野田第二次改造内閣においても再任。2012年9月10日の松下忠博、金融担当大臣の死去に伴い、同日より、金融担当大臣事務代理を兼務する。2012年9月28日、民主党幹事長代行並びに、民主党政治改革推進本部長に就任し、同年10月1日の野田第三次、改造内閣発足に伴い財務大臣、 金融担当大臣、事務代理を退任した。11月16日に衆議院解散されると、参議院議員である小ッ安ー・マ幹事長に代わり、党の衆院選対策を事実上取り仕切る立場で、奔走する。党の顔の一人として、TV 番組はすべて俺が出るなどと意欲を見せた。第46回衆議院議員総選挙では、 現職閣僚や党幹部がのきなみ苦戦し、その多くが落選をする中、自民党の新人で同じ NHK 出身の元キャスターである大久保三代をダブルスコアで破り、6選を決める。なお、宮城五区では第41回衆議院議員総選挙以降、辞典以下の候補が比例復活した例がなかったが、この総選挙では、安住は初当選以来初めて、 対立候補の比例復活を許している。2013年1月25日の宮城県連大会において民主党宮城県連代表に就任した。同年7月の第23回参議院議員通常、選挙では宮城県選挙区選出の岡崎富子元国家、公安委員会委員長の選挙対策本部長、務めるが岡崎は自民党の愛知次郎。 みんなの党の和田正宗に次ぐ得票数3位で落選し、1997年の補欠選挙で岡崎が当選して以来、守ってきた民主党の議席を失った。2013年9月の党役員人事において、民主党東日本大震災復旧復興推進本部長に就任。 2013年10月15日に招集された第185回国会にて沖縄及び北方問題に関する特別委員長に就任。2014年民主党国会対策委員長大臣に起用される。同年の第47回衆議院議員総選挙では前回破った自民党の大久保が党の公認を得られず、代わって比例北海道ブロックから倉替えした。 勝沼英民が宮城5区から出馬したが、安住が勝沼を大差で破り、7戦。2015年1月の民主党代表選挙では、元代表の岡田克也の推薦人に名を連ねた。岡田代表のもとで、民主党国会対策委員長大臣に再任。2016年3月27日、民主党、維新の党の合併により決闘された民進党に参加し、 国会対策委員長代理から昇格する形で、初代民進党国会対策委員長に起用された。2016年民進党代表選挙では、連邦代表代行、当時を支持し、自身は連邦代表のもとでの幹事長就任に強い意欲を見せていたが、代表に選出された連邦の下で民進党代表代行に起用された。2017年7月末に、 連邦代表から野田義彦の代わりの幹事長を頼まれるが、岡田克也、枝野幸を前原誠二と共に拒絶して辞任に追い込んだ。10月22日投票の第48回衆議院議員総選挙では、9月末に民進党が希望の党への合流方針を取って、衆院選で公認候補を出さないことを決定したことを受けて、当初は希望の党への公認申請を出す方向で、 検討中だったが、公認申請難航のため、新党とかには全くお付き合いするつもりもないと述べて、希望の党からも、立憲民主党からも公認を受けない所属で出馬。再び、勝沼を、比例復活を許さぬ大差で破り8戦。10月26日に、岡田克也が代表を務める、院内会派、無所属の会の結成メンバーとなった。2018年5月1日、 民進党と希望の党の合流による、新党、国民民主党について、小さな政党の離合集散に付き合う気になれないと述べ、民進党に離党届を提出した。2019年1月15日には、無所属の会から立憲民主党会派に入会した。その後、同年9月19日に立憲民主党に入党、同日付で党国対委員長に就任した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。